ラいちごは、バラかきいちご族に分類される、落葉低木の一種。別名が、ミヤマいちご。和名は、形容に鋭い棘が多いことや、バラの花のような、イチゴであることに由来する。草状に見える。地下茎は長く伸び、深内を出し繁殖する。茎は直立し、高さ20から45センチメートルで、鍵状の棘が、まばらにある。葉は、奇数状複用。 小葉は2から3つやり、長さ3から8センチメートルの非心型で先は尖り、縁には重挙子があり、質は薄い。側脈が平行に多数並び、葉裏はほぼ無毛で、葉軸は無毛で、鎌型の棘がある。長い花柄の先に下向きに直径約4センチメートルの白い花を三棒状につける。花弁は5個、学片は先がお条に伸び、 縁と内側に短く白い毛が密生する。夏季は6から7月。果実は、集合下の角下で、長さ約1.5センチメートルの高大円型で秋に赤く熟し、食べられる。産地の草地に生育する落葉低木のバラ一を、日本の固有種で、本州、四国、九州の霊温帯に分布する。産地の林園や草地にやや稀に生育し、しばしば群生する。 日本では以下の都道府県により、レッドリストの指定を受けている。石川県立自然公園条例の規定により、伊王山形立自然公園の特別地域内において、許可を受けなければ採取し、または損傷してはならない、高山植物その他これに類する植物の指定を受けている。編集の薬島バライチゴが、鹿児島県で絶滅危惧痛類の指定を受けている。バライチゴのイラスト、 ありがとうございます。